おかめ。おかめは、古くから存在する日本の面、仮面の一つである。丸顔、鼻が低く丸く、頭が小さく、水髪、頬が丸く豊かに張り出した、頬高特徴を持つ女性の仮面であり、同様の特徴を持つ女性の顔についてもそう呼ぶ。おかめ、赤目、おかめとも書き、おたふく、あたふく、おたふく、文楽人形ではおふく、狂言面では、おつごぜん、 音ごぜあるいは、音ともいう。赤目そば、おかめそば等、おかめを冠したものの略称でもある。多岐にわたる、故障、表記を、下記の通り整理する。この滑稽な面の起源は、日本神話の女性、日本最古の踊り子である雨の渦目であるとされる。雨の渦目は、7世紀の律令成家の神技館に属し、神楽等を行った女官、サルメノ君の始祖である。 素顔を原則とする狂言において、仮面を使用するのは老人、しこめ、神、仏、鬼、動植物の類であるが、おつ、おつ午前は、仕込めにあたる。狂言面の起源と、その時期について、詳細は不明であるが、能面と関係しており、作者もほぼ共通していると見られている。従って、能面なるものが完成を見る。室町時代から、江戸時代初にかけての時代。 14世紀から17世紀に狂言面としての、おつ、おつご前も完成を見ると考えられる。おつ、おつご前の狂言における役割は、男に逃げられるしこめ、姫めき、副女である。おつご前とはもともと、末娘の意味であり、狂言、枕物狂では、その意味に用いられたセリフが存在する。転じて、しこめの意になり、狂言面、おつ、おつご前となった。 オツゴゼンが登場する狂言は、とである。オタフクという名称は、狂言面の、オツ、オツゴゼンの、オトオトの天下とも言われる。他にも、服が多いという説と、方が丸く膨らんだ様から魚の、服、フグ、フグがという説もある。アタフクは、アタフク面、オタフク面の略であり、醜い顔であるという意図で女性に対して浴びせかける、侮辱語として使用されることがある。 おふくは、室町時代、14世紀から16世紀にはすでに出現していた大道芸、新春の予宿芸能を行う門付け芸、大黒米で大黒天を中心に恵比寿の面を覆った人物と共に、同様に覆面で連れ立って現れたキャラクターである。おふくという名称は、特に江戸時代初期、17世紀に大阪、 現在の大阪府大阪市で生まれた文楽で特に使用されるもの、文楽人形の首、頭の一つの名称でもある。下女、あるいは下級、早くの女郎役のものである。近松門左衛門の浄瑠璃、京成半言公、1708年にも、姫君はさておき、たとえ餅屋の五服でもというフレーズで、姫君と餅屋の五服を比較し、 つまり持ち屋の店員の不細工な女であっても、という扱いで登場している。1712年、聖徳二年の名がある、七福神に遊ぶの図には、七福神に加えて、補定に尺をする八体目の女神が描かれており、これが、お福、または、おつご善であるとの説明書きが付随しているという、文化年間、1804年から1817年に発表された、 外談文文収容によれば、お福は父を、福寿、母を、おた福都市、西宮恵比寿、現在の西宮神社、兵庫県西宮市支配下の、加納福助の妻だという設定が記載されている。宮田昇によれば、近世に流行する、福助、おた福、福太郎、福太友、そして、お福は、狂言の世界には先行して登場しているという。同じ頃、 京都の陶芸家、新神道八がお服の土人形を作っている。お亀という名称は、それらに比較して時代は新しく、特に近世、17世紀から19世紀の江戸、現在の東京都の里かぐらで使用されるものである。名称の由来は、顔と頬の張り出した形が瓶、亀に似ていることから名付けられたとされるが、 室町時代の巫女の名前からという説もあるため、はっきりしない。里香ぐ等で、同家屋も、土器役の女性として使われることもあり、男性の仮面である、ひょっとことたいに用いられる。その役どころから人気が高く、熟練芸能者の演じるところとされる。岡目は、近世以降の民間芸能に使用され、日本各地の田遊びにおける、ハラミ愛知県北下良群に、 現在も伝わり重要無形民族文化財に指定されている下月神楽である花祭りでは、巫女のお供、獅子舞や各種の祭礼行列では、道家として登場する。服を呼ぶ面相であるとして愛され、鳥の位置の多くまでにも取り入れられている。本来古代において、太った福々しい体育の女性は、最悪の魔除けになると信じられ、ある種の美人を意味したとされている。 だが、縁起物での、売れ残りの意味、あるいは時代とともに変わる、美意識の変化とともに、不美人を指す別称としても使われるようになったとも、言われている。お亀、おたふく、おふくを冠したものの一覧である。それぞれ、お亀、おたふく、おふくと略すことがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。